久保さん、チャット GPT って知ってます久保さん、チャット GPT。これね、あの先月ぐらいマイクロソフトがですね、1兆円、1兆3000億円を投資するっていうのを決めて話題になったんですけど、これは AI のサイトなんですけども、そのチャット,ト GPT に質問を投げかけると AI が答えてくれるっていうやつなんですよ。 で、これ、昨日から僕ちょっと使ってるんですけど、めっちゃ面白くて。てか、あ、ここまでテクノロジーが進化したんだなっていう。じゃあね、久保さん、あのチャット GTP に僕聞いてみたんですよ。何を聞いたかっていうと、あの、AI にね、どれぐらいやれば成功できますかと。天下の AI ですね。天下の AI です。天下の AI は何て答えたと思いますよ、久保さん。天下の AI <laughs>。に、 人間より高度な知能を持つね人間じゃ計り知れない計算ができる AI はこれに対してどういう回答をしたのかっていうとえ成功するために必要な努力や時間は目標や条件によって異なります一般的に努力と決意があれば適切な戦略や計画を立てて実行することで成功する可能性が高くなりますと努力と決意があればみたいな <laughs> AI が言ってくれるっていうね <laughs> AI に言われたらおしまいだよつって <laughs> みんなね決意ないでしょうね努力もせんし決意もせんし AI に言われちゃうおしまいだよみたいなね <laughs> いやーこれは笑けてきますけどねこれ久保さんすごいですよ面白いですよ <laughs> これねほんとね、まあ、久保さんもテクノロジー好きだと思うんで これ、英語圏のサイトなんですけども日本、まあ、日本語でこうピッて投げたら、日本語で書いてくるんですよ。まあ、あとは、ウェブページの翻訳機能、Google、Chrome とかの翻訳機能を使えば日本語にまあできるんですけど、まあ、基本的にでも、英語状態でも日本語でチャットをこうメッセージを投げかけると、数秒でそれが返ってくるんですよ。しかも、書いてくれるんですよね。これ、すごいですよ。うーん だからもう時代すすげー進化したなと思いますねだからブログまあ、もうすでにやってると思うやってる人もいると思うんですけどブログのそのサイト記事とかもあのこれね書いてもらえることできますからねだからその1,000文字ぐらいで例えばダイエットに関する、えー、ダイエットの痩せる方法を1,000文字でレポートにしてくださいみたいにこう送ればレポート形式で書いてくれるんですごいですごい。<laughs> だから人間が書いてるのが AI が書いてるのかもうその時代になってきましたね。もうわかんなくなる。もうしかも精度が非常に高いですね。非常に高いですね。もう人間が書いてるみたいな文章になってるので、だからこれマイクロソフトが1兆円投入して、まあ、今後これ今無料で使えるんですけども、まあ、多分有料,に有料化になるって話もあるんですけど、これはやばいですね。うん、今後もう、しかもこのチャット GTP 今、 1>, 1億人、相当多分ね、利用者が、このチャット g t p の利用者、今、何人だ世界で。多分ね、1億人超えたと思うんですよね。月間アクティブ、あ、月間のアクティブ数が1億人ですね。だから、月で1億人が使ってるんですよ、今、このサイト。すごくないですか ?1 億人ですよ、PV。やばいですよね、1億。月間。 で史上最も急成長を遂げたアプリケーションらしいですね。いや、でもこれは僕、利用してあの思ったのが、まあ、確かにこの1兆円を投じる理由は分かりましたね、マイクロソフトがこの、まあ、その目をつけるっていうのも。すごいです、これは。画期的というか。 もうなんかね昔ね今,今昔というか今もヤフー知恵袋っていうのがありますけどもね悩みをそこに書き込んでみんながね人間がこのその悩みに返してああだこうだこう言うっていうね <laughs>。<laughs> あ,ありましたけどももううなんかもう過去の話ですねここにチャット GTP に自分の悩みとか質問とかするともう適切にこう回答してくれるしかもその適切なものも全ての、まあ、全世界のデータというかねそっからもう全部引っ張ってきてブワーってなっててしかも精度高いっていう <laughs> 久保さんやばいですよこれだからあの <laughs> 正直その久保さんとか僕もその お客さんの悩みについて回答するその悩んでることをそのコンテンツ化してるわけじゃないですかでそれは人と人でこうやってるんですけども別にその人がいなくても AI がその自分の分かんないことを全部回答してくれるってなってきたらもう正直人いらねえんじゃないかなみたいな悩み相談は人にもう悩む人に悩み相談するより AI に悩み相談した方が適切に回答してくれる <laughs> いや、これもちょっとやばいっすね。ここ数年でちょっとこのチャット GPT、GPT GP はマジちょっと世界を変えていく一つのあのイノベーションですね、これは。うん。そう。これはやばいっすね。うん。これはやばいっすよ。まあ、久保さんも。 興味あれば一応無料で今のところ使えるんで、うん、まあそのうち有料になるかもしれないですけどねまあでも有料になる有料プランも発表してるみたいですけどうんこれはちょっとすごいですよ久保さんマジで面白いです、うん、しかもなんか本当になんか考えてるみたいな感じこう文章がバーって出てくるんですよねこれはちょっとでもすごい時代に生まれましたね なんかね久保さんもご存知だと思いますけどね、あのー、なんすか、あのー、ポ,ケベルポケベルとかショート,ショートメール、昔20文字しか送れなかった時代とかねあったんだけどなんすかねここ数十年のテクノロジーの進化がマジ目覚ましいっすよね。昔だってその20文字送るのにいっぱいいっぱいだったわけじゃないですか、ショートメールでね。ねここれれやばいっすよこれ うんただまあただしやっぱ人間と人間なんでやっぱだ求められるのってもう情報に関してはもう AI の方が適切だったりすると思うんですよねだからこれからはその触れ合いだったりとか人間味だったりとかあの結局その人のぬくもりというかうーんだからそういうところにやっぱニーズだから 情報というよりか情報を発信してる人の人間味が求められるのかなっていう別にその情報に関しては AI の方が正確なわけじゃないですかね多分 <laughs> だって僕もね全世界のデータをバッて言って瞬時に文章化するとか無理ですもんでも今後これがチャット GTP の,の有料プランでもう全部よ音声で読み上げてくれるとか もう瞬時にこうバーって読み上げてくれるとかまあ r i とかもねあの r i のめちゃめちゃ進化版の文章版ですねだからもうこれ読み上げることもできるだろうしうんだから今はそのチャットでまあこう書き込んでこう送ってるんですけどもそれはもう音声でね言ってチャット GTP に声かけてあの OKGoogle、OK, みたいな話で、うん、OK チャット GTP みたいなこれこれは何みたいなバーて出てくるみたいな。 うん、いやこれはなんかでもね多分ねこの文章に特化したっていうのがやっぱ良かったのかなっていうところもありますねだから文章のクオリティが高いので、うん、多分まあこれは本当文章に特化したっていうのが多分強みですねうんまあ今もあり,ありますけどね OKGoogle、OK、とか Siri とかもあるんだけどもこれはちょっと利用して思いましたすげえなみたいなうん しかもなんか、あのー、僕もアレクサとかもいろいろあるんですけども、なんか、なんかね、その目の前にいないので、なんかそのこういう機械にこうしゃべりかけるって違和感あるんですよ。そうな何僕はちょっと古い人間なんで、こうなんかここの、これに喋りかけるってなんか違和感があるんですよね。ただ、チャット GTP の場合は、 なんですかね今までのちょっと常識の範囲の中でチャットをこう投げるっていう LINE でメッセージするとか,なんかメールを送るとかその常識の,その中でこう入ってるので非常に使いやすいですねうんこれは確信ですね使ってちょっとびっくりですだから久保さんもビビると思いますよこれ使うとえこんな時代になったかみたいななんかその時代に感動しますね <laughs> テクノロジーに感動しますね <laughs>。すごいですよ。いろいろ僕ね、結構ね、質問、まだちょっと昨日からちょっとちょいちょい使ってるだけなんですけど、なんか集客する方法を文章で書いてくださいとかね、Facebook で友達を増やす方法を教えてくださいとかね、これね、じゃあチャット g p t じゃあ Facebook で友達増やす方法を教えてくださいってチャット g p t に声か,いいかけたら、どういう文章が来たかっていうと、Facebook で友達を増やすための一般的な方法は以下の通りですと。 1>, 1、プロフィールを充実させる。自分の情報や写真などを充実させ、友達になりたい人,は人々にアピールすることが大事。2、グループに参加する。3、ページフォローする。4、イベントに参加する。えー、5、メッセージを送るとか。なんかもうちゃんと、なんか、ちゃんとなったんですよ、文章って。過剰書きに来るし。その過剰書きにも来るんですよね。すごいですね。これはすごいですよ。うん。感動しました <laughs>。 この精度の度文,文章の精度の高さに感動しましたね。はい、ということで、はい、ちょっと熱が入ってますけど、なんか、初めて携帯買ったみたいな感動み,みたいな感じですねあの。カラー液晶になったとかね、和音になったとかね、<laughs> なんかそれぐらいのなんか今、インパクトですね。 なんか辛い液晶になった時すげえ辛いなったとかねすげえ感動したんですけどそれの感動と一緒ぐらいですね、うん、初めて携帯持ったみたいなこっから人類はどんどん爆速で進化していくんじゃないですかねもうマイあの天下のマイクロソフトが1兆円も投入してますしねここね、まあ、じゃあ大ニュースとかにしてきましょうか 大変です大ニュースです」みたいな <laughs> 言ってらっしゃい。